はい。神塾。今日はね、まあ、鶴屋っていうスーパーマーケットのオープンですね。まあ、吉岡町にありますね。まあ、関越道のスマートインターの、まあ、南、まあ、そういったことなんですけど、一旦前橋市があるんですよ。祇園の町だって。ちょっと入りますか。右折です。日本健康管理協会、すごいね。競輪の補助金、競輪補助車両、正面の高い建物は前橋西高校です。ここを入りますか。ここ入らないとね、なんか細いところ入らなきゃいけない。皆さん覚えてますかね、野良犬姉妹。すごいところ。はい、前橋市指定重要無形民族文化財野良犬獅子舞。昭和48年9月24日指定。清野町の八幡宮に伝わる獅子舞で、吉岡町南下の下八幡宮から慶長年間に伝えられたと言われている。野良犬とは清野町の旧村名の一つである。獅子舞は毎年10月上旬の八幡宮の秋祭りに奉納され、古くは八幡宮の氏子が舞妓とされたが、現在では広く清野町の住民によって守り伝えられている。本獅子舞の流派は関白流天流と言われ、初位立ちの前獅子、中獅子、後ろ獅子と呼ばれる3頭の獅子で舞う。その他にカンカチ、ササラ、棒使い、天狗、笛方、万頭や氏子中が加わり、総勢20人を超える。まあ、獅子頭は前獅子は、まあ、黒漆塗りで
螺旋状の角、中獅子は、赤漆塗りで角がなく宝珠を抱き、後ろ獅子は黒漆塗りで枝のある角を持つ。舞は13通りからなり、祭礼時には、宿と呼ぶ練習会場の家から八幡神社まで絶え間なく舞い続けられ、獅子は頭を左右に激しく振り、その動きは市内の獅子舞の中でも最も勇壮なものである。これ10月上旬っていうことなんで、今日は10月の13日、ちょっともう終わってますね。これはちょっといけませんでしたね。なんで終わった雰囲気があるかっていうと、もうですね、お祭りに合わせてそういったしめ縄がですね、新しくなってるわけですね。これはちょっといけませんでした。野良犬獅子舞です。はい、ここ来るね、車ね、意外ですね。相対動作地、ちょっと写真撮ろうかな。相対動作地、婚礼型みたいな、フレームが、猪目模様で、なかなかいい、相対動作陣ですね。ちょっとここ入ってみますね。皆さん、白菜日渡り覚えてますか？天明寺さんですけど、ワン君のお散歩ですね。お散歩をさせてもらえると嬉しいよね。早く通り過ぎましょう。あれからもう1年経ったんですかね。早いよね。ついこの間だと思ったのにね。トトロ、トトロが出た。はい、こちらがね、天明寺さんの掲示板です。ちょっと白菜日渡りが見当たりません。その代わり、弁財天の集い、古典に親しむ。10月29日土曜日、午後2時から。落語ですね。道内50名事前申し込み指定席、同封されている申し込み用紙、ファックスまたは郵送、先着順。これは檀家さんというか、そういった方に郵送でご招待があったんですね。2時から4時。これが出し物ですね。浄瑠璃だって。武士の秋川正文氏の護摩堂で行われたコンサートの様子を放映するんだね。自由席。なるほど。このマンダラホールっていうのを建設に向けてるんですね。
まあトトロですよね。それじゃあね、真っ黒クロスケ出ておいで。